ピーチキャッスルのカリさあということで始まりました「ピーチキャッスルのカリのお時間です。よろしくお願いします。さあこの番組はですね、夕方の夜の7時から8時まで1時間お送りする番組です。お相手はピーチキャッスル毎マイシュラショートピーチキャッスルのーバルです。よろしくお願いします。はいはい。んすかあれ これしょっちゅう間違えるよな適当に喋ってるだろいや喋ってる喋ってるどこ間違えてるか分かる昼と夜でしょうん今日もやんかやお昼の営業の時にも「こんばんは」って言ったらネタの時もや「こんばんはですねあこんにちはか」考えてから喋れよお前なんかね大事なことだよお前パッて出た瞬間にあ 違うな今「こんにちは」って言ってるけど夜だなというこの錯覚になんか陥ってしまうわけよ言わんければいいのにもうそうそうそう,そうだけどなんかやっぱ挨拶は大事だなってだったら間違えるな <laughs> ネタはまあまあ、ね、せめてネタはせめてネタはねあ<ー>まあ今もすぐ分かりませんあそこでもクス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 すな悪い一多いよ最近。はいはい 多多いです、ね、あー多いでですすねね、はい、まあ、うん、今日はですね、はい、えっとピーチキャスの仮なんですけれども、うん、いつもちょっと水曜日に生放送してるんですけれども、はい、今日ちょっとねあの収録という形で。はい まだ違ったブースでね久しぶりにここでやったんですけれども収録は久しぶりですねねえんかはいはいはいまあまあまあままああいろいろ諸事情がありましてまあまあまあでもラジオ聞いてほしいなと思いますけれどもはい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 よろししくお願いいいますねははあの最近ものすごく社会現象になってるあの「ポケモン GO」っていうのがあるでしょあああるねまあもう僕もやってますし東原さんもやってるでしょやってますねやっっててるでしょあれめ めっちゃ多いいらしいよ本当にやってる人がえどれぐらいなんかよあのー、ニュースで前やったけどまたポケモン GO の話していやいやアメリカみんなポケモン GO の話してるよいった大丈夫,大丈夫5分しかやらん <laughs> <laughs> 5分でいいポケモン GO は5分でいい <laughs> あ<の>もう5分,う5分あのー、アメリカで1日1200万人やってるらしい、うん、1>, 1日でうん,なんか多いのか多くないのかえ沖縄本当10個分やばっ 日でそれぐらいやってるってえアメリカの人口ってどれぐらいアメリカの人口ちょっと僕は分からないでマイシロさんはスタッフさん分かりますアメリカの人口ちょっと調べましょう調べよう調べようアメリカの人口ってあのあれでも一日にプレイしてる人でだから分かるうだから実際だからなんていうのどれぐらいの人口どんぐらいなのかな3んえなのでそれでも 10億人ぐらいじゃないの10億人おえたあそんぐらいじゃんいやそんないないっすねいない日本が多すぎるやつさ日本どれぐらいかかります 1> えー、1億ぐらいまあ1億4千ぐらいって言われてます、ね 1>, うん、1億4千一1億2千から増えてまあ1億4千万なってるって言われてるんですけどアメリカね、うん、3億あれ意外3億人です アメリカめっちゃなんかおっきいイメージがあるから10万人い,いるかなと思ったけどって考えたら3億人のうちの1200万人って相当多いなしかもそれが1日のプレイシャ数でやばやばいやんにえでなんかそうまあいろいろんか事件とかも起きてるけれども、うん、ちなみに、うん、インドは12億人おさよやばいやんに インド12億もいるわ何であんすかいるわええ、インドの方が多分国土面積的にはちっちゃくないちっちゃいと思うでい<で>ったら中国13億人だからあ中国が10億超えかやっぱ13億、うん、でまあ14億に届きそうな勢いです <laughs> 中国怖いです物えインドとかがあれだっけあの電車とかに鬼のようにあだったかな人を詰めるなんかあの世界の衝撃映像的な特集でよくやるけどもあのインドの列車かどうか分からんけどあの屋根とかいろんなとこに乗りながら移動するでしょあれっていちだよダメだよなあでもインドはオッケーもうオッケーなのインドは OK にあれ だってあれもう1本間違ったらもうマジ大惨事さもうそれ責任が取れませんよってもう列車側から言ってるのかそうだあいつらもポケモンゴーしてるから <laughs> どういう意味ポケモンゴー。列車の上に乗りながらポケモン,モンゴーしてる <laughs> いやいやもうややこしくなるやつそれ電車でゴーなりながらポケモンゴーやるわけ <laughs> ポケモンゴー電車でゴーやりながらポケモンゴーで古いなそうでしょういや電,車電車でゴー知ってる人いないだろえっ、ー もう世代的,世代的に知ってますスタッフは知らないえぇ知らないですか電車でゴーなちなみにおいくつですか ?21 もう若いいやだから電車でゴーとか余裕で知らない世代知らないんだでも俺21ってやばいからね。い<ん>いとっけど今年21ですかほら今年21ってことはうもうあれですよ、えー、あのー、えっとねスタッフが、うん 中1の時ににもすすで二十歳超えてます恐ろしい成人式やってる時まだ中学1年生やばいは俺もうなんか嫌になってきた世界丸見え <laughs> <laughs> どこを見るからや,やどこを見るからや,や世界丸見えって <laughs> すごっ<い>特装部ントに,に特装部だ、うん、やば <laughs> まあ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 ポケモン GO まあまあ特装 <え>うん、そんな違うせあのー、世界まで見えるじゃないポケモン GO、うんうん、何これあのー、ポケモン世代我々のポケモン小元祖は赤と緑でしょそうそう赤と緑その世代なんですよね我々そうそう我々もがっつり小学校の時なもうやってて出てないさ何が何がまだミュウツーとかあ,あ出てないけどあのー、まあネットで結構調べたんだけどミュウの影が一応出たらしい場はっ あのシルエットが絶対嘘いや本当本当近くで近くにいやい俺今じゃないよ、うん、ネットでよ日本かどっかだったはずでなんかこのえ近くにいんのってなってもうまんまこのなんていうのあの本当にミュウのあの尻尾がヒョイーンって長くて、うん、もうシルエットがちょっミュウってわかるよう、うん、もうその投稿者は死にお交代ってたやつさ。 <laughs> あのポケモンが酔ってくろうこういやいやいやちくお香8個たいてるぞ <laughs> 8個8個もたえ。て <laughs> 1個たえたら30分集まりやすいのに8個たえてるから発散24で240分くらいすると <laughs> <laughs> いやいや4時間 <laughs> 4時間ずっとその場所でお香たいてる <laughs> やばいいやだからなんか発見されたっていうのがありますけどもいやでも発見されてないんだろああまだ捕まえてるあだけどなんか えー、まあこの、まあ、我々吉本のスタッフさんからの話なんですけど、うん、もうこのポケモン GO を一旦全種類コンプリートした人がいるらしいいやでもあるだろサンダーとかフリーザーとかああいうのは取ってないだろうん多分多分、うん、だけどなんかあの卵があるでしょ、うん、卵をこう孵化装置に入れて歩いて孵化させる的な、うん、その卵を集めるために1 8 0キロ歩いたって 180km いや分からんけどこれはもうスタッフさんから聞いて1 8 0キロ歩いたわけ卵ってね孵化孵化す 卵もあるわけそうそうアルバーって孵化させたらどうなるわだから卵からしか取れないポケモンもいると思うわけああなるほどなそう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 だシルエットとか出たらやばいわけ今多分やばいと思う今ちなみになんかこのこれはこれは何ええまだつぼみでやそれ <laughs> まだいる <laughs> 余裕でいる <laughs> 余裕でいる <laughs> 余裕でいるそう,そうそうだからなんかいろんなところになんか結構外国の方とかもやってるでしょ、うん、だからもう那覇の 国際通りとか、うん、この客引きとかしてるときにも、うん、なんかあの外国の方がもう明らかにもう携帯持ちながら歩いてる人たちがめっちゃ多くなった <laughs> 沖縄結構いるみたいやあーなんからしいよな、うん、やっぱ小さい島国だからかわからんけど、うん、結構なんかレアなポケモンとかもよく出没するって言われたるいや分からん石垣とか宮古とか行ったら「ミュー出る」あんねん。 だってこれ海外でそのポケモンが出たからってもうめっちゃハマってる人その海外まで行くらしいからよ。ありえんや飛行機で。マジで行ってるわおもうやばくないもん。本当に怖いよ。えやばいな。本当にもう。ちょっとね今ね、うん、ツイッター上でねいろいろ検索してみましょう,おう,おう,おう。いいですよいいですよ。だからはい,、はい、いいですよいいですよ。う みえ情報的には出たのかな情報的にはまあ我々あの吉本沖縄の若手芸人でも結構今なんていうのどういうものかっていうのでまあダウンロードして結構みんなやってる方いらっしゃるんですけれどもなんかいろいろこの海流だとかいろんなポケモンはなんかこの技能湾付近で出たらしいですよ、うん、え海流はいガチガチでハッていうかまだ出てないんじゃないわフリーザーとかってあそこらへん 分からんけどいやでもあのー、いやいると思うよ、まあ、結構めっちゃそうゲームの話なんだけどなんか自分のプレイヤーがあるレベルの一定になったら、うん、なんかチームに入るわけよ、うん、なんかレッドブルーイエロー的なポケモンゴールう,そう,そう,そうシステムがシステムが、うん、でそのチームの背景の紋章がだからそこで使うのであればそれもポケモンとしているんじゃないかなと思って。 えいるかいると思うただ今一番俺ネット上で探して全然名前聞かないのはあのメタモンっていうブヨブヨしたポケモンがいいんだけどあ,あれの目撃情報が全然ないから、うん、ある意味レアなのかなと思ってるわける、ね、まあメタモンが本当にソフト内にいるかどうかわからんけど、うん、めっちゃもう一応やってる人多いよだって俺なんか近所の公園 <laughs> 死にしといるるよマジで言って夜夜景が綺麗っていうのもあるかもしれんけどもう絶対にお前ら公園のこの夜景見に来てないだろうっていう奴らがめっちゃいる一応検索で「ファイヤーって言ったば伝説のポケモンまだ出てないやつ「ァイヤー出た「ァイヤースペース出た」で検索したばって42分前に群馬で「ファイヤー出た」ってスペイン人が叫んでた本当かおい スペイン人が本当かまじで群馬にスペイン人だから西部西部中付近にファイヤーが出たとの方向が友達があったので捕まえてまいりますとか、うん、うわーやっぱ情報で動くんだよいやいやほんとかそれ一応影が出たとかあれさあーそうだから影近くにいるポケモンって影が出るわよアイコンでファイヤーのシルエット出たぞってほらほらもう多分このスペイン人も多分おこ8個ぐらい炊いてる その場でい,い,いや出れば本当に <laughs> いや出ると思うよなんでじゃあ捕まえんばだ誰もいやだから捕まえきれないんじゃない自分のレベルとかはまじうんボールとかでもそんなのもあるいやあると思うよ結構だって今あのレベルが低い状態だとモンスターボールなんだけど <うん S 1> レベル12以上になったらスーパーボールに変われば <おう S 1> でスーパーボール,レベル何から ?1212 12からスーパーボールになるまで <おう S 1> ポケモン GO のラジオかや !5 分って言ったのに8分以上喋ってる。なんかそれいやもういいよいいよ、それはしょうがないスーパーボールがあるってことは多分ハイパーボールもあると思うから。なるほどね。そういったらまマスターボールはないと思うけど。じゃあ今よ、このなんかあれ使ってやばいのかな何でなんか例えば人がいいっぱ一人なんか国際通りとかでもさ、美浜とかでもそうだけどさ、ギノアのビーチとかでもそうだけどさ、携帯持ってさ。 っいいいいしうしうしうい,い,やばいっポポポポ,ポ, <laughs> ポ,ポ<か>い <laughs> とりあえず人を集めるだけ集めてポッポー多分外国人がいたらラリアットされる可能性がある <laughs>。 いやでもだから最近の営業の帰り道でもお前バイクで帰ってるときにあるとたんだろうああ合わせのあのーえー、居酒屋とか結構いろいろなお店があるところでこの外国人がめっちゃたくつんなる様子見に。<laughs> これいいっすね、ほんとにえ。ちなみにスタッフさんはやってますあやってないですかあちょっと興味ないっていう感じで。<laughs> ああ、そうでした。ポケモン世代じゃなかったんでした。<laughs> でも知ってはいます。 ありがとうございますまあまあいいでしょう。じゃあということで、えー、今週もですねちょっとタレコミが、えー、来てますので読んでいきたいと思います。はい、さあ、えー、ちょっと待ってくださいね。えー、今までで一番こいついかれてるなと思った彼女のエピソードを教えてください。女友達でも可能です。場合オーシャン新規そんないかれてる彼女なんて。 付き合ったことな,ないですからららねもももががおおお前の嫁がまずお頭かかかかしいかなおかしくないいいいいなくよよよやだ <laughs> レベルでででっったイーーーススタタンンダードドド <laughs> 外人人使使わわ <laughs> アメリカつい彼女とかと付き合ったことがないけどな、うん、女友達でも。 うんあ,あもう女友達で言ったらデージ酒飲ましてくる女友達は嫌だな嫌やすさわかるいるんだけどまあでも戸原氏の美郷工業の,もの同期生なんだけど「うえー,ー久しぶり!」とか言って居酒屋とかなんか同窓会とかで、うん、なんか会った時だったら「いいよ飲め飲め飲め芸人なんだろほらほら」とか言,って言うばそんなこと言うばよ まあ今はもう今かもしれんけどまあからこれ23年前とかは結構行ったりしてうわこいつきついなと思ってでそういうやつに限って高校そんなに絡んだことないのに卒業してなんかちょっと大人社会を経験してなんていうの社会に揉まれてそういう自分の殻を破ったっていうなんかああ急にキャラが方向転換してんなっていうのなんかそういう女友達はちょっと俺嫌だなっていうちなみにお前なんかそういうやついる あのね、うん、あのー、まあ確かになんか芸人だからどうたらこうたらっていうのはもうめちゃくちゃ嫌だなうん嫌<ー>でしょそういうやつは言いますね、うん、非常にただもう本当に今ひたすらもう、うん「ポケモン GO」のフリーザの検索してるんで、ね、ち,ょ <laughs> ちょっと皆さんも一緒に検索してい,いやいやいや,いや出てないらしいよ出てないの不明って書いてある「ファイアーサンダーフリーザ z e r ー u 2 m u m e t a あメタモン不明なんだなんかこれマジな話だ ガルーラっていうポケモンがいるんだけどああ<ー>ガルーラいるいるいるいやガルーラ、うん、オセアニアで出てたって書いてあるんだけどほんとかなんか国の特徴とかそういう響きで出そうっていうなんかちょっと面白ポケモン号大喜利的な感じになってないガルーラってあれでしょ袋ポケモンでしょ卵っていうか子どなんかオセアニアってまずオセアニアに <laughs>「 ポケモン GO のアプリはあんのか <laughs> だからさ <laughs> いやマジでそうだよもういいでしょうさあ続いてマンチャーマンチャーメンバーでバーベキューをしますよいいでしょう,<お>う<え>場合恩がレナえどういうことなんかだからちょっとあるじゃないですか マンチャーマンチャーメンバーっていう、はい、まあちょっと後輩というか、うん、まあユニットライブのメンバーがいるんですけどもはい、はい、そいつらとバーベキューしますよどうですかっていう <laughs> ちょっと嫌味チック入りつつもしよかったら来ませんかというすごく遠回しの誘いなのかうーんまあサンダーが出る場所だった別にいいから離れろ ポケモン、GO、から <laughs> バーベキューやってみんなあ,あサンダーだサンダーだってやらんやらんもうやらんやらんお前がどっぷり今一番ポケモン GO にハマってるやつさ表情はもう分からんよ <laughs> そんななんか、はあやべえやべえっていう目、ね、ギョロギョロさしてもえ何あなたあの閉じ込められてる空間好きじゃないのあんまりあ,あんまり <laughs>、ね、ああ<ー>いつもはまた別のブースでちょっと開放的に外の景色とか見るけども今回はもう

はいまあということなんですけれどもはいありがとうございますさあじゃあということで一旦 CM 行って曲いきたいと思いますのでええいやほかにも来てほかに来てます今まででかなり印象に残ってるバイトを教えてください「バイオーシャンの領事」ということで印象に残ってるバイトかお前バイトしないさいやしてるわするわ俺結構バイトしてたよしてきたよ俺 全部飲食店だけどなあじ,ゃあダメじゃんいやいやだって俺もうまあ印象に残ってるっていうかあのまあ飲食店なんだけど美、うん、浜のもう今はなくなってるお店なんだけど、うん、そこでバイトしてて、うん、もうそこのオーナー自体がちょっともうなんていうのめっちゃチャラチャラしてわ年、うん、も俺の一個上ぐらい<う>でなんか社長の息子でもう超七光的な。 あなるほど、ね、のやつが店任されてるバーってそんなことあるんだだから俺も初めてもう経験なかったけど1高校2年生ぐらいの時かお<ー>でもう高2だからもうそんなバイトとかもやったことないから経験やし <laughs> <ー>で飲食店入って、まあ、一生懸命頑張りますって行って入ってるけどキッチンにシェフ一人ーホールに俺一人バーっておお<ー>その時点で怖いさなんで美浜よ <laughs> 俺らが高校生の時の時って 結構まだ今も盛んない、ね、今も盛んだけどもうん、うん、で土日になってもホールが増えて2人とかばっえでもう100席ぐらい入るもしかしてお前あれか<何>中華料理屋さんかああじゃあじゃない,じゃないあでもそういう系列かなあ分からんじゃ昔みんなが、うん、<laughs> 働いてた中華料理屋さん覚えてる美浜のえ みんなエタやしなんかあそこお前は分からんから。ぁ分からん分からんあのセイヤーとか働いてたところむサシとか あっちじゃないあっちじゃないじゃないなんか丼屋さんお寿司屋さんお肉屋さんっていうんか3店舗あってええかこの美浜のこのカーニバルパークの方で俺丼屋さんだったばでしかもワンコイン500円だから結構手軽に食べれるさでもう学生とかカップルとか外国の方とかも土日ガンガン来てからシェフ一人でよ回るわけないやしまあまあな回るわけないさで他の店舗からちょっとヘルプでなんていうの 呼び寄せればいいのに、うん、このチャラチャラしたこのドラムスコのオーナーがアホだから別に何も気にしてないわえでホール俺一人であとバイト一人、うん、でも新人よ 2>、うん、で2人で「あすいません注文何々あ分かりました、えー、じゃあうな丼と、えー、サラダ味噌汁セットわかりました」とか言って「じゃあきつねうどんのセットでありがとうございます」ってもうどん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 オーダーが溜まっていく、うん、シェフはもうどんどん「無理だよ!」 こんなん一人で作れると思うか <laughs> なあ毎週のよう聞いてくれよとか言ってもう三時間ずーっとぐ口口言いながら作ってるわけ。で俺ももう調理場に入ることもあったわけよ <おう S 1>。え？カツ丼作ったりとかも。お前が？そうそうそう。主婦さんじゃん。そ,そうそうもうほぼもうホール兼シェフぐらいの規模でやつだ。なる もももううなんかタレとかと全部もう高校生の年のとか。もう <laughs> とりあえずそのシェフから「前しろとりあえずお前はレシピを全部覚えれ」って言われて、えー、来週までにうわでも覚えんとマジでやばいんだろうなと思ってそしたらもう案の定もう土日の忙しい時にもう観光客が来てきつねうどんとなんか,かき揚げ丼。 もう頼んでからかき揚げそうそう一番手も今かかるしかき揚げるよお肉混ぜてかき揚げるのは本当にもう, <laughs> もう野菜をペタペタってちょっと丸めて大きめに油で揚げて揚,げ揚がるのを待つでうどんもうこう作らないといけないけどもうあまりにも忙しかったからもうやっぱ料理が出てくるのがもう25分ぐらいかかるわよ、うん、どうしてもでそのぐらいもう俺たちもお客さん長っていうかそうそうそう もうお伝えしてるけどいよいよ別に全然待つよっていう人がいればで待ってたらもうこの観光客内地の人が「すいません」って言ってまだ10分15分ぐらいしか経ってないよ「あのー、一つい,いお前らうどん練ってんのか?」「<laughs> なわけね」となわけ冷凍庫にパチないうどん入ってるやつ持ってパチないじゃないよなんでお前らうどんなんか小麦粉ら売って練ってんのか?」って言われた 死にい,いらしたから <laughs>「すいませんあのすぐお持ちますんで」って言ってもう俺キッチンのおらいってから「<laughs> はあ」<laughs> すいません僕明日でやめます」<laughs> や,やばやばお前もうやめたそこでもうあそこのバイトだけもうめっちゃ嫌だったなんでドラ息子働かんかったわ全然働かんあいつはしかも怖いのがなんか給料って1か月分働いたらすぐドーンって渡すやし経営が一応多分苦しかったんだはず、うん、なんか <laughs> この15日に <laughs> 半分払って30日の半分払うっていう謎の給料の分割払いになったからなか <laughs> すぐやめろそうそう、えー、やめた2週間後その店潰れてたもや,<ば>やっぱもう回らなかったわけ絶対に無理だったんだ本当になんであんなに忙しいのにそうそうそう雇えばよかったのにそうそうそう雇えばよかったのになと思ってたのにもうだからもうああ魔法だったわけよもうなるほど、ね、そうそうそうたやなんかお寿司屋さんう薄まさひまばて お客さん全然来ないでへえ<ー>だったらそこのバイトがホールデ出ズニ来いやと思ってたけどあ,あなるほどそうだなもうずーっとのんびりなんか「いらっしゃいませ」とかつい確かになんかこれがなんかローテーションっていうかこのみんなおのみんな入っておのおの忙しいとこにこう回っていくみたいなステムだったら別にそんな人件費もかかるもんなそ,うそ,うそうかからないのにもないもう何も考えてないと思うそのバイトがもう一番嫌だったやつさ今までで本当に、うん、やばまお前か、ね、嫌だったバイト俺 <laughs> <れ> うーん、まあ、俺あれだなやっぱ建築業の仕事だなえお前やったことあんのいやまああるな中学校ぐらいの時にバイトで中学校中学校中学校っていうかまあ卒業して間際ぐらいのあなんかちょっとしたええー、高校が始まるか始まらないかのちょっとした春休み夏休みだけよ知り合いのところで やばかったよ何やってんのにやばかった建築業っていろいろあるよいやもうやばかった鉄筋とか水道とか電気とか水道は多分なか何でもやってたと思う何でも何でもしかもひたすらあのヤンさんっていう人がいたんだけどヤンさんちょっと待って中国人中国人やっぱりヤンさんその人と俺毎日一緒にいたマジでああコンビっていうかペアを組んで現場に行くような感じか本当にやばかったよ 五十日五十 <laughs> 日長<ん>か <laughs> 毎日え具体的にはどんな仕事をしてたのいやもう雑用雑用ひたすら俺が一番早く会社に行って朝掃除してもうコーヒーとか沸かせてみたいなもんでそして準備が終わって社長の朝礼があります、うん、そしたらその後ヤンさんと一緒にこの軽トラックでブーってから現場に行ってひたすら雑用 <laughs> え釘拾いだけで四時間とかハ <laughs> そんな落ちてないだろ。くちゃあったわよマジでそれマジやばかった釘拾いで4時間四時間うわきついな家の家の下の方になんか炭敷くとかあ墨敷いたら匂いとか除湿とかがよくなるからダッとかそうそれ永遠トラックから炭ひたすらもう袋持っマジでやばかった 建築業はなマジありやもう本当にもうもう疲れすぎてもう路地とかで寝てたのに、うん、<laughs> お前からはもう今のお前からはマジで想像できないですあもう昼とかもう, <laughs> もう倒れるだろ絶対に路地とかで寝てほんと道の路地とかで <laughs> いいな <laughs> <laughs> 俺も一回この建設業やったことあるんだけど、うん、あの同級生の友達で香料っていうやつがいるんだけど、うん、香料のところであの水道屋さんをやった <laughs>、うん、で香料の音がこの水道屋さんの社長だわけ、うん もうでで俺と晃陵がこのコンビだったまで、うん、現場行く時はでなんか軽トラで2人で乗ってまあ同級生だから毎日楽しいでしょ、うん、ましおしゃべりとかしながら現場向かってでこのなんか下水道のこの家のトイレとかお風呂場とかで流れていく水をこう一番下の土の状態に埋めていくば器、うん をこのパイプに置いてこのぐらい傾いてたら水がすんなり流れていくっていうのを全部計算しながらこの下このお家の一面に全部配管していくわ接着剤とかポコンとか使ってで俺と氷なんかしゃべりながら楽しくポコンポコンとやって勾配とかもちゃんと取りながら一応やってたつもりばい、うん、だけどそこに氷の音が来てから、うん、ブーンってトラックが来て俺めっちゃ嫌な予感がしてもう,もう2人めっちゃ仲悪いばい。 なんかこの弟晃陵が「<ー>でうわーなんか俺ら頑張って二人でちゃんと拝観したけど何か言われるかな」と思ってで社長が降りてきて「やっぱ社長だから俺も怖いさ」でなんかこの水平器をこの一個一個パイプに置いていく場合ちゃんと勾配角度取れてるからド<ー>ンとやって「<ー>うんあこっちはいいな」「ドんうんこっちはいいな」であと一箇所のポイントが俺たちもちょっと大丈夫かなと思うぐらいのギリギリの勾配だったの<ー>水が流れるからこんぐらいやったら。 オッケーじゃないかっていうことで俺ら仕事を進めたら、うん、そしたら社長がこっちにこのポンって水平機パイプログをやめた瞬間に「おい角度が足りん」ってなって、うんうん、そしたら、まあ「ああそうですか」って,ってなんかじゃあ下にこの木の酸味とかをかましてちょっと勾配つけますっ言ったから「うん、全部最初からやり直せ」って言われて「えもう俺血の毛が引いてから6時間2人で頑張ったのにハ <laughs> <laughs> ってなってさすがにこの光涼も「ハなんでよ?」 なんで全部やり直すだから社長は自分の息子を育てたいがために厳しく当たってるけど<ー>この棟梁はめっちゃ二人で頑張ったのをなんでやり直さないといけんばっていうので、はい、もうめっちゃバチバチで反発してるわ<ー>でそこでもう超親子喧嘩えー、もうびっくりするもうこのレンチとかこのドライバーとかヒュンヒュン飛び交ってる、うん、はこの「んでやんでやり直さないいけんば」ってブンってこの。うん <laughs> 工具とかビューン投げれば、うん、でなんかしろって「おいお前親に向かってこんなことするか」みたいな「いやらばっかやろや」って言って社長もバケツとかグーン投げればってもう俺それ見ながらああこうやつだと思って道具をひたすら回収していくっていうこのやば周りで,でや社長がもうついにぶち切れてからこのパイプを全部一気に「はん!」って持ち上げてから <laughs> <ば> <laughs> 一軒分の下のパイプ全部みけみけってやり直し。 残業また6時間ありえ12時間夜の12時までずーっと二人ありええ<っ>ありえええマジで辛かった本当にこれが毎日だったまず本当にだから俺毎日会社行くために頼む高陵社長と喧嘩しないでくれって願いながら現場に行ったのに <laughs> やんちゃだぜマジであの二人は、まあ今はもう高陵も結構自立して任せるようになってるから仲はいいけどその当時はめっちゃ怖かったああ<ー>そう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  早くこの職人を育てたい育てたいっていう気持ちでわざと冷たくっていうかきつく当たってめっちゃきつかったいい変だな。本当にきつかったあれはっていう感じでったなるほどねはいはい、えー、はいということで、えーはい、めちゃくちゃ長くしゃべりました、ね、はいごめんなさいねはいごめんなさい、えー、さあということでえー、っと後半のコーナー全力トークどうします全力トークいきますかははい、はい じゃあどうします一旦 CM が何か挟んでからいきますかわかりました、はい、じゃあ一旦 CM お願いします,しますさあ、はい、それではいきたいと思いますピーチキャッスルのこちらのコーナーにいきましょう全力トーク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 さあということで、はいえー、今週のですね全力トークのお題はですね、はい ペットを飼ってる飼ってた飼うなら犬派猫派人んちのペット同じ部屋で生活できる雑誌でいいペットショップで買うなどなどペットに関することを全力でトークしていこうというコーナーですーなるほどねはい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 ちなみに僕は結構いろんな動物使ってましたねお,お前何買ってたわあのー、まずまあ手始めに猫猫飼っ,ってたわけよ<ー>で猫飼ってで猫が途中からいなくなったわけよ なんか猫ってなんていうの、自分のなくなるっていうか、死ぬ時って飼い主に。見られたくないから逃げるっていう。そうなんですか。そう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 。言い伝えがあって、で、それでいなくなって、俺がめちゃくちゃ幼稚園ぐらいの時かな、悲しんでる時に、まあ、親がそういうこと言って。あ、そうなんだってなって、で、その次買ったのがウサギやつ。あ、うさぎ勝つ、それはわかる。そうそうそう。幼稚園、小学校の時かな、名前がラビットっていうやつなんだけど。だったっけ。そうそう、ラビット。え。 ミニウサギって買ったわでシリカワイこのマグカップに入る、こんぐらいのちっちゃいやつ。え、2年買ったわでウソマサマギーになった。<laughs> 全然ミニじゃないやと。思って、ええ、触れ合い動物園行きかなと思うぐらい。<laughs> いや、黙れや。全然ミニじゃなくな,くなってアンチでかいば。死にでかくなってたよ絶対嘘だ。そうそうそう。で、その次が犬。犬が結構長かった。ああ<ー>、そう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 。犬,犬か。そうそう犬は何年ぐらい犬は何年だ ?13 年ぐらいかな。 多分小学校6年か中学校ぐらいから買って、うんうん、俺の成人式がそんぐらいの時に亡くなった<ー>そう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 二十歳の時になん何の犬、えー、トイプードルはっってたかそう飼ってた飼ってたピートっていうトイプードルいたな黒いやつい思い出してさピートっていうのがいたんだけどそうそれを買って犬で最近は <laughs> まあ僕もうおうち実家から出てるんですけども、うん、他のおうちに最近戻ったら黄色いインコがいて「え何これ?」と思って、うん、そしたらなんか知らんけどどっかから逃げてきたわからんけど割った丘に薄さ攻撃してきたらしいの,<笑><笑>あの庭にいる時にチュ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 ,チュってそっからなんか可愛くなって買い出したってなって「マジな今インコがいる」「犬はあ、インコか俺動物苦手なんだよな」お前なんか動物飼 ってるっていうイメージがあんまないやつ俺、動物飼ってる人もいちがうてあ、まじでうんあの家で飼ってる人の家の匂いとかいやそうあのね、うん、まずあのー、一回あれがあったからな何よ<を>この女の子の家に、お家に行った時にさうんうんその女の子のお家でさ、うん、猫飼ってたのよあー、うん、はいはいはい、猫いいじゃん、いいじゃん でね普通にね生活しててちゃんとなんていうのいろいろ片付けしたり世話してれば大丈夫だと思うんだけどたんやってないってわけじゃなかったと思うんだけどちょっと乱雑にやってたんでめちゃくちゃ部屋が猫家事遊すは本当にまあわかるな布団とかにもめっちゃ毛ついてるパターン だもうよ一人暮らししてたんだけどその子のもう炊事場このなんかこのコンロとか置いて台所とかもう水場じゃないわよもうあな何これめっちゃ怖いコンロの上とかに猫の餌の湯道具とかも置かれてるなんか水気が一切感じられない水回りなのにそう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 粉みたいな じゃあ、えー、それはもうもう動物のせいではないよう、ね、にその女の性格的なもんじゃないわけまあそれもあると思うよただ俺はもうそれでも無理なあ,あもう猫飼ってる人が猫ってこうなんだみたいなあ飼ってる女の子を聞くとあ,あ多分こいつの家の台所とか水回りはめちゃくちゃ汚いんだろうなっていう潜入感が出るけだでもけ部屋に入った時の、うん、匂いもう匂いがもう耐えきれんくてから <laughs> だからもう俺も行った瞬間にも顔に絶対出ちゃうんじゃないかないイプやったそれがもう怖くてからもうまずもう動物とか飼ってってなったしない、うん、ないんだ除外な除外っていうかなんか、うん、<に>ちょっと気が引けるぐらい家には行きたくないなーって感じ、うん、でもな猫飼ってる人って一応でもなんだろうな俺もイメージだけど大雑っぱな人が多いような気がするあ<ー>俺も前昔付き合ってた彼女が猫飼ってきて <laughs> 猫飼ってたべ。しかも二匹。一人暮らし？うん、じゃない実家。実家で、まあ実家だからまあ別にいいかなと思ってたけど、あ<ー>まあその女の子のお家に遊びに行ったら、<ー>もうなんていうの、猫いつでも出入り自由ですよ。この猫中心的な言葉。ああ、わかる。なんか<ー>犬だったらなんかこっからここはダメだよとかなんか柵とかするけど柵一切なくて、<ー>もうどこにでも入ってくるから。<ー>だからその彼女の家とかになんか止まってる時も。 夜寝てるときに急に布団の上にタフ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 ってきたら一応怖いさなら<あ>ないところで寝てるから俺もうビビりだかもうお化けかなと思ってあ,あっと思ってなになにタフタフってするとあ <laughs> ああ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 あがああ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 のああああああ するわけよあ<ー>あれもう嫌や,やさせめて寝室とかベッドには来ないでほしいっていうでも猫好きな人からさそれが可愛いってなるんだろうああやんにいや,にいやわけわからんやさそれは犬は犬はまだ許せる犬もきつい無理 <laughs> 外でかいい <laughs> いやいや <laughs> そういえばじゃあその外でかいで思い出すんだけどお,<う>お前なんかおばあちゃんち<う>犬いるやし あの犬永久に外だ永久に外俺なんかばあちゃんちゃん犬飼ってるけどばあちゃんが全部手入れしてるし海とかにもう臭くなったらぶん投げに行くからとか違うわそれがいい犬にとってはまあまあいいかもしれないけど俺だから台風の時とかってやっぱあるやしそういう時ってどうするのかなってめっちゃ気になってたわよ外外外ほんとに言ってる 本来動物はそういうのにも耐えうるようにできてるの <laughs> まあ確かにな洋服とか着せるのがまず論外ああわかるいるなわかるかうんいるいる俺は、うん、もうばあちゃんしか飼ってないから、うん、まあこうほんとにがっつり自分自身が飼ってるわけじゃないし接、うん、する部分も少ないかもしれないけど、うん、機械的には、うん、ただもうそれだけマジでおばあが言ってたもん <laughs> インゴアは外って外って名言だな、うん、もうだってやったおばあのおちとかにたまに遊びに行ったりとかなんか顔を見せに行ったりするとき、うん、いち早くその犬が鎖じゃジャら,らってかくるわって。うん、毎度毎度一応俺、ビビるやつさ。あ、うん、たったらこっちいたんだったとか。<laughs> 噛まれんかなと思って <laughs> だ,だけど噛まないんだよな。い絶対噛ま結構優しい犬だな。一応ビビりだから。<laughs> そうそう多分あの 家の犬はもうなんか本願もう性質上もうそういう運命にあるんだって別になんか凶暴ないんですかね <laughs>、うん、怖くないだろ一応なんかういや怖くないかやらないやらないやらないただ2代目だからねあれもえどういう意味 <laughs> いや前の苦労死んだよえいつ半年前ぐらいあそうなのちっちゃくなってるしあ,あそうそうそう,そうえあれ2代目なの2代目 そこマジで言ってるそうだから毛並みが何か変わったかなんか断髪でもしたのかなと思っていや2代目だばあれ2代目2代目 2> だとしたら一つお願いがあるさ「鎖は変えよう <laughs> あの音しりこはいやつさ」「遠くからじゃーってるんにいやしマジでなんか向かってくるんじゃないかなと思う時がえ、ね、えだから遊びたくてからさ <laughs> あれ2代目だば二代目二代目 いやもうだからもう犬はねなんだろうな別に嫌いでもないけど好きでもないというかさあれはあのペットっていろいろあるけどなんか猿とかフクロウとか魚とかもあるっしょ熱帯魚とかやらなかったやってない昔なあーそうそうめっちゃ俺らの世代なんか昔流行ったけどももうねもうそう水槽俺めっちゃやってたけどなだ部屋で水槽を飼ってる時に俺 結構あの肉食魚じゃなくて観賞魚的なのを飼ってた<う>かあのディスカスっていうすごい丸い魚がいるんだけどディス,カスディスカスっていうのがいるんだけど<う>それをまあ自分の,あのばあちゃんちの自分の部屋で飼ってて<う>したらなんかあのいとこたちとかが「商人に魚見せて見せて」って言うよって,言って「でも水素叩くなよ繊細な生き物だから」<う>って言っても子供って叩くやしバン<う>バン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 アホみたいに。でまあ俺が部活かなんかやってる時にディスカスに餌あげようと思って。 パッて電気つけたからもう赤茶の水になってるからっ、ね、<う>と思ってどういうことかと思ってそしたらこのディスカスの餌をいとこたちが勝手にポンポンって入れて何を手違いしたか分からんけど全部バーン入れてるからヤ、ね、バっ !2 か <laughs> 月分持つディスカスの餌がもうないわってやばそれで水でもう溶けてもう水がめっちゃ赤くなってから、うん、うわわやばいやばいいと思って。 でもうすぐもうフィルターとかも全部変えて水も変えて生きてるかなーってじゃーって全部水返してまあどん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 こう姿が見えんばよほんとに<ー>でどんどんろ過していってああ30分後あー何回一いる影はするなと思って<ー>で綺麗になった瞬間にああ大丈夫かみたいなこう後ってちゃんと泳いでるってか横向いてるからと思ってだけどよく見たらいつもとついてる目の位置が下にあったから <laughs> <laughs> あれと思って。 目したいんだろう、まあ、と思ったらディスカスが死んでから反対になったのにもうおはぁと思ってほんとマジでこれはもうやめれお前や,やめれじゃなくて本当にもう反対になってて俺もう「いやだ!」って言ったのにかわいそう 1>, 1匹4000円よええー。ディスカスはめっちゃ高いからそんなしたっけディスカスはマジ高い高いやつはもうディスカスちょっと検索してそうそうそう で種類によってもあれだけどターコイズなんとかっていうもう種類のとかもあって4000円とかもう5000円ぐらいしてた魚1匹だよ、うん、それがもう3匹全滅よもうこ<れ>ああそう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 ,そういいね綺麗ですねディスカス皆さんも検索してくださいディス,スディスカスってコンビ名にしればいい, <laughs> いや,やめそうそうディスカスディスカスこ観賞魚としていいねディスカスそうそうそうへえ 結構繊細な生き物だからダルバそう水質とかを結構気にしないといけないけどそれはそうよな2か月分の餌たっこまるとそり死ぬよいやそれは死ぬんですよいやもうしょうがないでもちっちゃい子供がやったことだもんなまあな、ね、うんしょうがないしょうがないあ<ー>まあペットなそうだからなんか俺を周りの人にペットをちょっとなんかそういういたずらされて亡くなってるケースが多いやつだいやいやいやあれは爬虫類あ飼っ勝った 爬虫類飼っっててる女の子って多くない最近蛇とかまあ蛇もそうだけどカエルとかさカエルとかな、まあ、究極いったらさ、うん、あのほんとに、まあ、ちょっと方言で言った方がいいのかな頭皮入はよえっ怖っ外国の、まあ、え<っ>あのー、ゴキブリですよゴキブリゴキブリ飼ってる人がいるじゃないですかたまに外国のいないでしょゴキブリいるのよ俺友達で 女友達で超嫌だあえ、何それ普通のやつだよただなんか形がかっこいいとか言うばって。何それなんかの影響テラフォーマーズな何かいや、わからん違うと思う。普通に。もうだから虫とかが好きなんだと思う。はいはいはい。ゴキブリを飼ってるわけ。デイジ屋なんだけど。それサイズ的にはどんぐらいのやついやもうマギーよ。iPhone ぐらいいえ、待って死にでかいよ !iPhone ぐらいのは えさあ何,何食うの <laughs> 死に怖いんだけど iPhone ぐらいの子決ってんだから,んから俺のイメージ上はよそれぐらいでかいのを買ってるいやーもうそこまでいかないからどうなんだろうからんけどいや一応 iPhone ぐらいって死んでかいよほんとにめっちゃ怖いわ<の>怖いでしょ怖いいやそんなやつとお前友達になんなやい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 やもともとはしゃらないです そういう女の子はちょっと苦手だなとああなるほどね、はい、まあ俺なんかおばあは俺があのカエルあのベルツロンガエル買ってたんだけど、はい、あのおばあがカエルがお腹すいてそうだったからバッターあげといたよって言われて <laughs> バッターペーンって水槽に入れてるバッタで俺帰ってきたから上上がってカエル見るやし、はい、カエルが嘘だええー、<laughs> 言うなそれパイーンってひっくり返し殿様バッターあげちょん <laughs> 無理。シャリでろ尻でかいの。尻でかいの。え、え、カエルカエルこんぐらいで一応本当に。殿 <laughs> 様タった。十五センチぐらいあるもで体よりでかいやつを放り投げて、カエルもバカだから食べてから、ぺんってひっくり返ったあれ。<え>終了。ひっくり返ったあるじゃないか。終了マジで。ああもうあもう時間かね。もう時間が。はい。 告知などあればそうですね、か告知いきましょうか、じゃあ、われわれですね、ピーチキャッスルの単独ライブがございます、8月7日の日曜日ですね、夕方の5時から6時までの1時間、星降る夜というタイトルでピーチキャッスルの単独ライブを開催いたします、チケットが前より1000円となっております、すごくね、買いやすい値段で。 楽しいと思いますねまあね今回ちょっと気合入ってますからねそうですねはい若手の単独祭りということで6日7日の土曜日日曜日ですねもう8組の芸人が2日間でも単独ライブやりますんでぜひぜひチケットお求めくださいはい他に何かありますかね それぐらいじゃないですそれぐらいですかね何度ライブなんでそうですねよろしくお願いいたしますさあということでもうこれは終了にしてもいいんでしょうかどうなんですか悩みますよ残り三分きっかりきっかりのやつきっかりのやつ強調のやつだこれは三をもう三十に書いてた今三をきっちりのタイプきっちのタイプ3分もありますなんかあそっかあれもじゃないですか何ですかあのー羽衣祭り 昨日までありますよね。はい、でその時あの我々ピッチカスルが、はい、多分ラジオで生放送特番を開催するっていう話を僕はスタッフさんとかからちらほら聞いてるんですけれども、ちゃんとした正式な打ち合わせというかそういうのが全く話聞いてないんですけれども。その辺はどうなの？まあスケジュール入ってますよ。はがろも祭り。八月の六日土曜日、えー、夕方の五時から九時っていう。 怖いざっくりとした時間の中で <laughs> どういったラジオをやるんだろうっていうちょっと怖いですけれども, <laughs> どいもないよでもね <laughs>、はい、まあでも羽衣祭りは大きい祭りですから盛り上がってますよねそ,そこでラジオの生放送できるのは非常に楽しみです、はい、ありがたいと思いますんでねうんもうぜひぜひ皆さんも、えー、祭りに来てピーチキャッスルいつも聞いてるよっていう声とかがあったら嬉しいですね。 あ嬉しいですよあるかなじゃこれ見てくれたっていう人、うん、あ見てくれたっていうこれ聞いたよっていう方真一郎さんが何かしら差し入れ、はい、あ,あそして羽衣ま祭り土曜日来て俺た,、うん、俺たちのラジオやってるブースに来てラジオいつも聞いてますよって言ったらもうトウモロコシ買うよトウモロコシ <laughs> 祭りといえばトウモロコシでしょ、うん、まあそうか,、まあ、そうか高いよ、うん、500円するよいや高くはないよ別に2二人来てみせえんだよ いやでも二人に声かけられるっていうことだから <laughs> そうそうそうまあまあね聞いてくれてありがとうそうそうだと思うらこしと交換で単独ライブのチケット売ればいいさああいいねえ前日だからお前が500円払って1000円で買ってもらうみたいな、うん、ちょっと待ってちょっと待ってえな俺もそこまでアホじゃないけど <laughs> え計算すると500円で単独ライブのチケット売ってるってことそうそう,そう,そう500円マイナスでそうそうそう,そういやきついなそれは、うん、前城さんの場合だけ 羽衣祭りで声かけた場合のみ。え、羽衣祭り来場キャンペーン的な <laughs> そういうことです。はい。単独ライブのチケット500円で買えるってこと、はい、死に怖いやつさん。どうする ?15 名とか来たら。俺多分では走って逃げる可能性な。<laughs> <laughs> うわー、遠丸いやなよ、ね、一旦巻いてから来るーって言って。<laughs> <laughs> それが<か>中継するもん初 <laughs> め、はい、さあということで、はいえー、今日のピーチキャッスルの借りはここまでです、はい、また来週の水曜日にお会いしましょうお相手はピーチキャッスル毎週のショートピーチキャッスルトーバルでしたまた来週お会いしましょうさよならバイバーイピーチキャッスルの借り さあ、ということで始まりました、はい、ピーチキャッスルのカリのお時間です、はい。よろしくお願いします。さあ、この番組はですね、はい、夕方のあ夜の7時から8時まで1時間お送りする番組です。はい、お相手はピーチキャッスル、毎週のショート。ピーチキャッスルのドーバルです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お前よ。はいはい。なんすか <laughs> あれ、これしょっちゅう間違えるよな。 適当に喋ってるだろいや,いや喋ってる喋ってるどこ間違えてるか分かる昼と夜でしょ今日もやなんかやお昼の営業の時にも「こんばんは」って言ったらネタの時もや「こんばんはですねあこんにちはか」考えてから喋るれよお前なんかね大事なことだよお前っパッて出た瞬間にあ 違うな今「こんにちは」って言ってるけど夜だなというこの錯覚になんか陥ってしまうわけよ言わんければいいのにもうそ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 うだけどなんかやっぱ挨拶は大事だなっていうだったら間違えるな <laughs> ネタはまあまあ、ね、せめてネタは <laughs> せめてネタはねあ<ー>まあ今もすぐ分かりましたけどあそこでもクス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 変ないの、はい、最近 多多いいでですねあまあ今日はですね、はい、えー h キャスの仮になんですけれども、うん、いつもはちょっと水曜日に生放送してるんですけれども、はい、今日ちょっとねあの収録という形で。はい まだ違ったブースでね久しぶりにここでやったんですけれども収録は久しぶりですねねえ何、えー、かはいはいはい、えー、まあまあまあ,まあ、まあ、いろいろ諸事情がありましてまあまあまあ、まあ、でもラジオ聞いてほしいなと思いますけれどもはい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 あのー、最近ものすごく社会現象になってるあの「ポケモン GO」っていうのがあるでしょああある、ね、まあもう僕もやってますし東原さんもやってるでしょやってますねやってるでしょあれってめっ ちゃ多いらしいよ本当にやってる人がえどれぐらいなんかやあのー、ニュースで前やったけどまたポケモン GO の話してアメリカみんなポケモン GO の話してるよいや分かった大丈夫,大丈夫5分しかやらん <laughs> 5分でいいポケモン GO は5分でいい <laughs> あ<の>もう5分もう分あのー、アメリカで1日1200万人やってるらしい、うん、1>, 1日でうん,なんか多いのか多くないのかえ沖縄本当10個分やばっ 日でそれぐらいやってるってえアメリカの人口ってどれぐらいアメリカの人口はちょっと僕は分からんやんマイロさんスタッフさん分かりますアメリカの人口ちょっと調べましょう調べよ調べよアメリカの人口ってあれでも1日にプレイしてる人よだからかるそうそうそうだから実際だからんていうのどれぐらいの人口どんぐらいなのかな ?3 んえでもそれでも 10億人ぐらいじゃないの10億人はいたあそんぐらいじゃんいやそんないないっすねいない日本が多すぎるやつさ日本どれぐらいかかりますえー、1億ぐらいまあ1億4千ぐらいって言われてます、うん、1億4千0 1>, 1億2千から増えてまあ1億4千万なってるって言われてんですけどアメリカね、うん、3億あれ意外3億人です アメリカめっちゃなんか大きいイメージがあるから10万人いいるかなと思ったけどって考えたら3億人のうちの1200万人って相当多いなしかもそれが1日のプレイプレイ者数だよやばやばいやんにえでなんかそうまあいろいろんか事件とかも起きてるけれども、うん、ちなみにインドは12億人おさよやばいやんに インド12億もいるわ何であんすかいるわえやめえ、インドの方が多分国土面積的にはちっちゃくないちっちゃいと思うでいったら中国13億人だからあ中国が10億超えかやっぱ13億、うん、でまあ14億に届きそうな勢いです <laughs> 中国、うん、怖いです物、化け物, <laughs> 化け物 <laughs> えインドとかがあれだっけあの電車とかに鬼のように人を詰めるな,なんかあの世界の衝撃映像的な特集でよくやるけども<う>あのインドの列車かどうか分からんけど、うん、あの屋根とか、うん、いろんなところに乗りながら移動するでしょあ,うあ,あれって一応だよダメだよないやダメだろあでもインドは OK ー、ね、もう OK なのインドは OK に <laughs> <laughs> あれ だってあれもう一本間違ったらもうマジ大惨事さああ分かるもうそれ責任が取れませんよってもう列車側から言ってるのか <laughs> そうだあいつらもポケモン g を知てるからどういう意味ポケモン g 列車の上に乗りながらポケモン g し,してる <laughs> いやいやもうややこしくなるやつそれ電車で g なりながらポケモン g やるわけ <laughs> ポケモン g 電車で GO やりながらポケモン g で不いなそうでしょいや電車で,で g 知ってる人いないだろええー。 もう世代,的世代的に知ってますスタッフはえ知らないですか電車ででちなみにおいくつですか ?21 もう若いいやだから電車でごとか余裕で知らない世代知らないんだでも俺21ってやばいからね。<ん>言っとくけど今年21ですかほら今年21うってことはもうあれですよ、えー、あのー、えっとねスタッフが、うん 中1の月ににもすすで二十歳超えてます恐ろしい成人式やってる時まだ中学1年生そうすやばい。は俺、あ、もうなんか嫌になってきた世界丸見え。どこを見るからやや。どこを見るからや。<laughs> らや <laughs> 世界丸見えって。<laughs> すご<い>特掃部、本当に特掃部だ。<laughs> やば<ぱ>。<laughs> ま,あまあまあまあ、ポケモン GO。まあまあ、特掃部。え、そんな違う せあのー、世界まで見えるじゃんポケモン GO、うんうん、何これ、あのー、ポケモン世代我々のポケモン小元祖は赤と緑でしょそうそう赤と緑その世代なんですよね我々そうそう我々もがっつり小学校の時なもうやってて出てないさん何が何がまだミュウツーとかあ,あ出てないけど、あのーまあ、ネットで結構調べたんだけどミュウの影が一応出たらしいわよ<は>あの、ね、シルエットが 絶対嘘。いや本当本当。近,どこで近くに。いや俺今じゃないよ。いネットでよ。日本かどっかだったはず。でなんかこの<い>え近くにいんのってなって、もうまんまこのなんていうのあの本当にミュウのあの尻尾がひょいんって長くて、<い>もうシルエットが一応ミュウってわかるようもうその投稿者は死にお応対ってたやつさ。 <laughs> あのポケモンが寄ってくるおこう、畜生をおこう八個耐えてるぞ。八 <laughs> 個、八個も耐え。一 <laughs> 個耐えたら三十分集まりやすいのに八個耐えてるから発散二十死で二百四十分い <laughs> い<や>。耐えてる。四 <laughs> 時間。四 <laughs> 時間ずっとその場所でおこう耐えてる。やばい。いやだからなんか発見されたっていうのがありますけども。いやでも発見されてないんだあ,あ、まだ捕まえてる。あ、だけどなんか。 えー、まあこの、まあ、我々吉本のスタッフさんからの話なんですけど、うん、もうこのポケモン GO を一旦全種類コンプリートした人がいるらしいいやでもあるだろサンダーとかフリーザーとかああいうのは取ってないだろうん多分多分、うん、だけどなんかあの卵があるでしょ、うん、卵をこう孵化装置に入れて歩いて孵化させる的な、うん、その卵を集めるために1 8 0キロ歩いたって 180km いや分からんけどこれはもうスタッフさんから聞いて1 8 0キロ歩いたわけ卵ってね孵化孵化す 卵もあるわけそうそうアルバーって孵化させたらどうなるばだから卵からしか取れないポケモンもいると思うわけああなるほどなそう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 だシルエットとか出たらやばいわけ今多分やばいと思う今ちなみになんかこのこれはこれは何ええまだつぼみでやす <laughs> まだいる余裕でいる <laughs> 余裕でいる <laughs> 余裕でいるそう,そうそうだからなんかいろんなところになんか結構外国の方とかもやってるでしょ、うん、だからもう那覇の 国際通りとか、うん、この客引きとかしてる時にも、うん、なんかあの外国の方がもう明らかにもう携帯持ちながら、うん、歩いてる人たちがめっちゃ多くなって <laughs> で沖縄結構いるみたいやあーなんからしいよな、うん、やっぱ小さい島国だからかわからんけど、うん、結構なんかレアなポケモンとかもよく出没するっていわれてる。 <laughs> だってこれ海外でそのポケモンが出たからってもうめっちゃハマってる人はその海外まで行くらしいからよありえんやす飛行機でマジで行ってるわおもうやばくないもう本当に怖いよええー、やばいな本当にもうちょっと